918回始めます。2023年の3月26日です。もう日付変わって27日なんですけどね、本当は。もうこれと、あともう一個喋って今日は帰りますよ。腰がね、なぜか痛いんですよね。仕事じゃないんだな。プライベートでちょっと今日作業したからかな。腰が痛い。中国新聞、警察施設の 女性用トイレで のぞき見ということで、山口県警本部の30代主任主事を懲戒免職処分ということでね、覗き見ですよ、女性用トイレ。山口県警、なんか山口県警多いような気がするな、こういう不祥事。警察施設の女性用トイレで、警察職員女性が覗き見をしたとして山口県警が本部に所属する30代の主任主事男性を減給100分の10、3ヶ月の懲戒処分にしたと発表したということです。業務時間外の行為であり、公表基準に該当しないというとして、日付や、状況などの詳細は明らかにしていないと。まあ業務時間外の行為であったということ。で、男性は10日付で、依願退職したと、いうことでね、まあ、処分を受けて、関係者によると男性は建造物侵入などの疑いで書類送検されているということですね。はい、この30代のね、男性、主任主事男性、まあ、3ヶ月の減給処分ということでね、まあ、10% ですけども、まあ、結局辞めてしまったと。警察施設の女性用トイレで覗き見、時間外に、勤務時間外に。まあ、盗撮されるのも嫌だけど、覗きも嫌ですね。よく勤務時間帯にね、女性用トイレなんか覗く気になるわ、本当に、これは。まあね、学校の先生もそうだし、警察の人もそうだし、どの仕事もそうだけど、ストレスたまるけどね。それがね、やっぱりね、ストレスを盗撮とかね、この覗きとかに行っちゃう人もいるんだろうね、そのストレスの解消、発散方法として。まあでもこれいつか捕まりますからね、この、こういった、なんていうのかな、覗きとか、盗撮とかっていうものはいつか捕まりますから。もう一回やっちゃったらね、二度三度続くような、ことなんで。まあ男性諸君ね、こういうので大体捕まるのは男ですよ。女性が覗き見したとかね、女性が盗撮したとかっていうのはあんまり聞かないんでね、まあ、ほぼほぼ男、こんなことをやるのは。はい、まあとにかくこうやってね、捕まっちゃったら新聞に載ったりね、するとやっぱりね、次の就職、次働こうと思ってもね、気持ちも萎縮するし、その後の人生にね、まあ、メリットなんか何一つないんでね、皆さん痴漢とかね、極力注意しましょうっていうことですよ。私はね、バスとか電車とか乗るときはなるべく立って、つり革を両手で組んでね、両手で、なんていうのかな、つり革を持って、バランス保てるように、しようかなと思ってます。はい。なんか久しぶりに気がしますね。ちょっと今寝ちゃった、ごめん。何言ってるんだ、これ。寝ちゃったよ。本当に眠くなって、大丈夫かな、何喋った。まあまあまあ、警察施設のね、寝ちゃった。警察施設での、この覗きね、やらないでください、男性諸君。本当に、覗きとかやれるようなね、お店あると思いますよ、お金出せば。そういうとこ行って、覗きとか、盗撮ごっことかね、痴漢ごっことか、多分やれるとこあると思うんで、そういったとこ行ってください。警察の諸君もね、恥ずかしがらずに何を言ってるんでしょうか。寝ちゃったよ。918回、終わりにしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。